マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は8-6=2となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は3+5=8となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5-5=1-0となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は8-3=6-1=5となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
解は、すると 6×4 イコール 48÷2 イコール24となり、正しい式になりました。第6問。希望を1本動かして正しい等式にしてください。正解は、すると 100-18 イコール82となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。